東京臨海高速鉄道株式会社は東京都で臨海線を運営している鉄道会社。東京都が90%以上出資する第三セクター方式で設立された第三セクター鉄道会社の一つである。1991年3月12日設立。東京都が9割以上を出資する東京都の外郭団体である。他に東日本旅客鉄道、 品川区、銀行11行、証券会社10社、生保会社15社、損保会社9社、その他5社が出資している。事業内容は、鉄道事業法に基づく、第一子鉄道事業、不動産の売買、賃貸借及びこれらの圧旋、仲介、土木、建築、電気及び機械据付工事の設計、受け負い及び管理となっている。 2004年11月1日に、現在の本社所在地東京都江東区大見1丁目2番地、旧日本社を移転した。同年10月31日までの本社所在地は、東京都江東区辰見3丁目12番地1であった。路線図70から000系乗り心地の改善と、快適性の向上を図るため、2022年度の新車両を導入を目指すとしている。 臨海線1日乗車検討車発行沿線のお台場地区や品川湾岸地区、江東湾岸地区の開発進展により旅客は増加の傾向である。このため運輸収入は堅調に増加しており、2006年度決算において1996年の開業以来初の営業損益黒字を達成した。利息等を差し引いた形状赤字は続いていたが、 2012年決算において40億3900万円の営業黒字、18億1000万円の経常利益を確保し、初の経常黒字決算となった。JR 東日本が計画している羽田空港アクセス線に関連して、東京都などが保有している当社株式を JR 東日本が買収する方向で調整に入っていると2014年8月に報じられた。 報道によれば、JR 東日本は、期限を決めないで交渉を続けるとしている。開業10周年を迎えた2006年に、一般公募でイルカをモチーフとした、マスコットキャラクターを募集し、リンカルと命名された。以後キャラクターグッズの発売を手掛けている。2009年3月末で新規は、国際展示場、東京テレポート、天王ズアイル、品川シーサイド、 大井町の6駅の駅構内売店は一旦閉店し、新木場駅、東京テレポート駅、大井町駅に、ニューデイズ、天王ズアイル駅に、キオスクが開店した。全線開通前から、CM やドラマ、映画等の撮影を積極的に受け入れている。ABCDEF 東京臨海、高層区鉄道株式会社第30期決算広告 鉄道統計年報平成29年度版国土交通省国土交通省鉄道局監修鉄道要欄令和元年度版電気車研究会鉄道図書館公開経営改革プランについて2018年6月11日お得な切符の一部見直しについて臨海線株売却慎重に見る必要 東京 MX ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ s.mxtv.jp スラッシュ mxnews スラッシュ kiji.php デートイコール2億140万82262015年12月14日、閲覧。ありがとうございます。